これはフォルクスワーゲンのプラレドですね。これはフォルクスワーゲン初の本格高級 SUV というのはトワレゴオンオフロード。通常領域にてトップクラスのパフォーマンスは、さらに高級車両に通じる質の高い乗り心地を実現する。3、1の目標に変えられた。1900m を超えるワイドル高性能モノコボディは開閉可能なガラスウィンドウを持つファイブドア。ミネシート5人乗りとするセンタードルに電子制御式マルチプレートデスクデブロック方式です。通常走行時に起動トルクを前後50対50の分配。起動力の状態で最大0から100、100対0の間で変化する新開発の 4W システムとなる。4X モーションを採用する。3.2L V6 220馬力と VW が初の 4.2L V8 310馬力の2種類。それぞれモノグレードのバリエーションとなる。で、V8 モデルにはフロントシートシーター付き電動レザーシートやウォールナットウッドパネル、レザー、ウッドシフトなどの豪華な内装を持つんですね。で、ミッションはシフト操作がハンドルから手を離さずに行える。アトルシフトを持つディックトロニック付き6速 AT。安全設備としてリアル&サイド&カーテンエアバッグ。フォースリミッター&テンショナー付きシートベルト。EBD 付き ABS、ブレーキアシスト、横滑り防止機能を持つ ESP、エレクトロニックスタブレートディスプログラムを設置する。で、ミーハンドルのみの、まあ、設定となっていまして、これが2種類しかないんですが、まあ、V6 が495万円、で、V8 が645万円。まあ、結構相当な値段が出てますね。ただ、その値段の前には燃費があんまり良くないですね。6.6 から 6.9 しかしないというね。まあ、すこぶる燃費が悪いんですけどね。でもまあ、なかなかこう、形としては、まあ、面白い。面白いっていうか、まあ、どこにでもあるようなワゴンですみたいな感じの、デザインになりますけども、まあ、これ4部仕様みたいなね、感じになっています。で、こういうふうに内装も、こういうふうになっていて、なかなかの、もうでリアルトイのねメーカーですね。でこの全体的にこの青い、感じがね結構好きで、こういう車もねいいなというふうに思うね、車になっているということでございますね。というわけでどうもありがとうございました。